結城朋子水彩画を描く。静物画、放浪鍋とお玉と卵。まずはデッサンをしっかり。デッサンのポイント、放浪鍋やお玉は人工物なので形を正確にデッサンすることが大切。放浪鍋は上下の楕円形を歪まないように描くこと、取っ手の位置を正確に決めること。置き方によって変化するお玉の楕円形と柄の位置と角度を正確に捉える。着彩のポイント、金属の質感、卵の質感を出す。まずモチーフの陰影を薄いグレーで塗っておいてから固有色を塗る。全体的に色味の少ないモチーフなので、モチーフに映り込むかすかな色味を感じ取って描くことが大切。お玉、丸い金属部分には面白い世界が映るので、ここを十分に描くこと。強く輝くところと暗いところが隣り合っているのが金属の特徴。この感じを出すと質感が出る。放浪鍋、お玉ほどの強い輝きはないが光沢がある。キャッチライトや銅に映る影や反射光を描くと質感がある。卵、陰の色味を豊かに描くこと。自然な丸みが出るようにぼかしを上手に使う。結城朋子水彩画を描く。静物画、放浪鍋とお玉と卵でした。